僕すごい衝撃的なことがあって、信じられないよ。僕がワンちゃんのお散歩してたんですよね。昨日、おとといかな、昨日かな、昨日か。さあ、昨日ね、しててね、まあ、近くの近所の人に、あって呼び止められたの。ん？何かなって思って、振り返ったわけよ。で、あ、どこどこの娘さんですかって言われて、ああ、違います、あそこの家なんですよ、つってね。そうなんよ。うん。まず人違い。はい。まあ、人違いは別にいいよ。娘さん？え？あ？なんで娘さんに見えたのか知らないよ。この23歳、10月になったら10月27日誕生日でね、24歳になるこの僕がね、うん。男の子よ。僕男の子よ。男の子だけど、娘さんって言われて、どこどこのうちの娘さんですか？いや、違いますって。ね、特に娘さんと言われて嫌な気持ちはしなかったよ。不思議と。嬉しかった。うん、なんなら嬉しかったね。うん。なんかちょっとね、嬉しかったかもしんない。あ、娘さんって言われたって。いや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 、おかしいでしょと。ねえ、なんで娘さんになるのよってね。うん。そうそうそう。でもこの飲み配信毎週やろうかな。楽しいぞ。ということで、最後まで見てくれてありがとう。ぜひね、チャンネル登録と高評価していってくれると嬉しいです。ではまた次回もお楽しみに。バイバイ。